ナンバーアンダーラインアイの特別パフォーマンス n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4で見逃せないステージ n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4アジアのトップアーティストが一堂に会する音楽の祭典音楽の力は言葉を超えて人々の心をつなぐことができるそしてそんな力を持つアーティストたちが一堂に会するイベントが今年も開催されるそれが n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4だこのイベントは昨年の初開催に続き今年で2回目を迎える会場もさらにスケールアップし東京渋谷の NHK101 スタジオから NHK ホールへと移され8月10日と11日の2日間にわたって開催されることが決定した参加するアーティストは日本韓国中国タイといったアジア各国から集まり その人気はグローバルに広がっている。特に注目されるのは WayV、XG、No.1i、l e e s e L.E.Seraphim といったアーティストたちだこのイベントは音楽を通じて異なる文化や背景を持つアーティストたちが交流する貴重な機会を提供する今年もその特別な瞬間を目撃することができるのは音楽ファンにとってたまらない喜びだろう 昨年の初開催時には、世界中のファンがオンラインでライブ配信を楽しみ、盛大な盛り上がりを見せた。今年も同様に、NHK 総合で8月22日午後10時から放送される予定で、NHK プラスで同時配信されるほか、1週間の見逃し配信も行われる。特に注目されるのは、ナンバーアンダーライン I が出演することだ。彼らは国内外での活動が目覚ましく、 その実力は折り紙付きだ。彼らのパフォーマンスは、見る者の心を揺さぶり、感動を与えること間違いない。昨年も彼らのパフォーマンスは高く評価され、多くのファンを魅了した。特に、リーダーの翔くんとダンサーの翔太郎の息の合ったダンスは圧巻だった。今年もその期待は高まり、ファンたちは彼らのステージを楽しみにしている。ナンバー・アンダーライン・アイが、 n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4に出演することは彼らのキャリアにとって重要な意味を持つだけでなく音楽業界全体にとっても大きな意義を持っているまずナンバーアンダーラインアイがこの音楽祭に出演することは彼らが国内外で認知されその実力が高く評価されている証拠である音楽祭には数多くのグローバルアーティストが参加しておりその中でナンバーアンダーラインアイが出演することは 彼らのパフォーマンスが国際的なレベルであることを示している。彼らの出演は、ファンにとっても非常に喜ばしいニュースだ。ナンバーアンダーラインアイのファンは、彼らの音楽やパフォーマンスに感動し、熱狂的に応援している。今回の出演によって、さらに多くのファンが彼らの魅力に気づき、応援することになるだろう。特に、翔くんと翔太郎のダンスパフォーマンスは、昨年も大きな話題となり、 多くの人々を魅了した今年もその期待に応える形で素晴らしいパフォーマンスを披露してくれるだろうまた、no. I n o ーアイが NHKMUSICEXPO2024 に出演することは彼らのキャリアにとっても重要なステップとなる国内外での認知度が高まり新たなファン層を獲得することで今後の活動の幅が広がることは間違いないさらに 他のアーティストとの共演や交流を通じて新たなインスピレーションを得ることもできる。こうした経験は彼らの音楽やパフォーマンスにさらなる深みを与えることになるだろう。n h k ミュージックエキスポ2024は異なる国や文化のアーティストが一同に会し音楽を通じて交流する貴重な機会である。このようなイベントに参加することで ナンバーアンダーラインアイは他のアーティストとのコラボレーションや対談を通じて新たな視点やアイデアを得ることができるだろうこれは彼らの音楽制作やパフォーマンスにおいて非常に重要な経験となるさらにナンバーアンダーラインアイの出演は日本の音楽業界全体にとっても大きな意義を持つ彼らがグローバルなステージで活躍することで日本の音楽シーンが世界に向けて発信され その魅力が広く認知されることになる。これにより、他の日本のアーティストにも国際的なチャンスが広がる可能性が高まるだろう。彼らの成功は、日本の音楽業界全体にとっても希望となり、多くのアーティストが新たな挑戦をするきっかけとなるはずだ。また、韓国の XG や LE セラフィムといったグローバルに活躍するアーティストたちとの共演も見逃せない。これらのアーティストたちは、 それぞれの国で多くのファンを持ち、その人気は国境を越えて広がっている。彼らが一堂に会することで、さらに素晴らしいパフォーマンスが期待できるだろう。さらに、今年は新しい学校のリーダーズやトゥモローエックス・トゥギャザー、エンハイプンといった若手アーティストたちも登場する。彼らのフレッシュなエネルギーと革新的なパフォーマンスは、イベントを一層盛り上げるだろう。 このようなイベントが開催される背景には音楽が持つ力がある音楽は言葉や文化の違いを超えて人々をつなげる力を持っている特に若者たちにとって音楽は自分を表現する手段であり共感を得る方法でもある昨年の初開催時にはコロナ禍の影響で多くのライブイベントが中止される中この n h k ミュージックエキスポはファンにとって大きな希望となった 今年もその期待に応える形で、さらにスケールアップした形で開催されることになった。私自身も音楽の力を感じた瞬間がある。学生時代、部活動で音楽に触れる機会が多かった。特に合唱部に所属していた私は、仲間と一緒に歌うことで一体感を感じ、言葉では表現できない感動を味わったことがある。それは、まさに音楽の持つ魔法のような力だと感じた。 そんな経験から音楽が持つ力を信じ応援し続けている。今回の NHK ミュージックエキスポ2024も多くのファンにとって特別な瞬間を提供するだろう。出演アーティストたちの情熱と才能が融合し素晴らしいパフォーマンスが生まれる。私たちファンはその瞬間を心待ちにしている。特に n o ーアンダーラインアイのパフォーマンスには大いに期待している。 彼らの音楽は私たちに勇気と希望を与えてくれる。昨年のパフォーマンスで感じた感動が今年も再び蘇ることを願っている。さらに今年のイベントには新たな試みも予定されている。例えばアーティスト同士の対談やコラボレーション企画などファンが楽しみにしている要素が盛りだくさんだ。これらの企画は アーティストたちの素顔や裏側を垣間見ることができる貴重な機会となるだろう。また、ライブ配信や見逃し配信を通じて、世界中のファンがリアルタイムで参加できるのも大きな魅力だ。これにより、物理的な距離を超えて、音楽の感動を共有することができる。私たちが音楽を通じて感じる感動や喜びは、何者にも代えがたいものだ。それは、心の中に深く刻まれ、 一生の思い出となるだからこそ今回の n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4も多くの人々にとって特別なイベントとなるだろうアーティストたちの情熱と才能が融合し一夜限りのスペシャルライブが繰り広げられるその瞬間を心から楽しみにしているまたこのイベントが成功することで今後も続けて開催されることを期待している音楽の力を信じ 多くの人々に感動を届けるためにこのようなイベントは非常に重要だ特に若い世代にとって音楽は自己表現の手段であり共感を得る方法でもあるそんな若者たちにとって今回の n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4が大きなインスピレーションとなることを願っている最後にこのイベントを支えるスタッフや関係者の皆さんに感謝の気持ちを伝えたい 彼らの努力と情熱がなければ、こんな素晴らしいイベントは実現しなかっただろう。私たちファンは、その努力を理解し、応援し続けることが重要だと感じている。これからも音楽の力を信じ、多くの人々に感動を届けるために、共に歩んでいきたい。